レンジローバーイボークはインドタタ自動車の子会社であるイギリスランドローバーが生産し販売している高級 SUV であるランドローバー史上初めて気候変動問題に対処するために温室効果ガスの排出量削減を目指して設計された車種となるまた同社初の全輪駆動モデルも含まれているコンセプトモデルであるランドローバー LRX は2008年1月の 北米国際自動車賞で発表された。プロダクションモデルの発表は、ランドローバー創業40周年を記念して、ファッション雑誌防具とのタイアップで、2010年7月1日に、ロンドンのケンジントン宮殿で行われ、翌2011年7月4日から生産を開始。ラグジュアリー SUV、レンジローバーで知られる、ランドローバーが送り出した初の、コンパクト SUV として、 戦烈なデビューを飾り、世界中で100以上の賞を受賞した。LRX2008 年1月、北米国際自動車賞にて、LRX として発表された。2.0リットルディーゼルハイブリッドエンジン、エレクトリックリアークスルドライブと呼ばれる、電気駆動の四輪駆動システムが搭載された。2009年3月11日、英国政府は、イボークの生産を、 リバプールヘルウッド工場とすることを条件に、ランドローバーに2700万ポンドの助成を行うと発表した。これにより、同社のラインナップに新しいモデルが追加されることが確定した。LRX コンセプトは3ドアであったが、量産車には5ドアモデルも含まれる。2010年9月、パリモーターショーで、レンジローバーイボークを出展。 ボディーバリエーションには3ドアのクーペと5ドアがあり、グレードはデザインテーマとして最も当初のコンセプトに近いピュア、レザーとウッドのインテリアを持つ豪華仕様のプレシティッチ、20インチホイールと、それに合わせたセッティングの足回りを持つスポーツバージョンのダイナミックが設定されている。2011年4月、価格が発表された。最も安い前輪駆動のピュアで27,955ポンド、 最も高い四輪駆動のダイナミックモデルで44,320ポンドである。前述の環境対策に不可欠な軽量化のほか、LRX コンセプトで示した低いシルエットと必要最低限のヘッドクリアランスの両立、同社が創業時から訴求してきた高いオフロード性能といった相反する条件を満たすため、ランドローバーグループで最も小型のフリーランダーにの プラットフォームをベースとし、約90%の部品を刷新することで、まとめ上げた。エンジンは、フォード系のエコブースと直列4気筒ターボ 204PT 型。トランスミッションには、アイシンオータムウィンター TF-80SC 型6速 AT と、アイシン AI-BG6 型6速 MT を採用し、AT は、ダイヤル式セレクターとなっている。 2014年モデルより、世界初の乗用車向け急速 AT である z k q h p が搭載され、エンジンの回転数を低く抑えることにより、高速巡回時の快適性とノイズの低減、燃費の向上を図り、JC08 モードでは 10.6kmL を記録した。イボークは、新しいラグジュアリーコンパクト、SUV として、旋風を巻き起こし、 ランドローバー史上最速となるわずか4年で販売台数50万台を突破。さらに、初代の累計販売台数はグローバルでは80万台以上、日本国内では1万台を超えたしたという。2代目イボーク2018年11月、ロンドンにて発表。エンジンは2リッター直列4気筒のインジニウムエンジンが採用され、ディーゼルが3種類、ガソリンが3種類用意された。 新型は電動化を想定した新世代プラットフォーム新プレミアムトランスバースアーキテクチャに変更。48V のマイルドハイブリッド技術が導入されており、ランドローバー発のマイルドハイブリッド車となる。新型の 4WD にはドライブラインディスコネクト付きの第2世代、アクティブドライブラインと快適性と俊敏性の最適バランスを実現する。 アダプティブダイナミクスを搭載した。レンジローバー譲りのテレーンレスポンスには走行可能推進が初代の5 0 0、mm、トルに対して最大6 0 0、mm、トルに向上されている。さらにカメラの画像をタッチスクリーンに映し出すことでドライバーがボンネット下を投資できるグランドビューテクノロジーを世界で初めて搭載した。2018年11月。 日本に導入されるモデルのラインナップと価格が発表された。日本市場にはディーゼルが1種類、ガソリンが3種類が用意された。2019年6月1日、日本市場での注文受付が開始された。ありがとうございます。